はい、どうも、皆さん、こんにちは。ワドツです。2017年11月27日、23時33分です。アイラとコメントとアイテム対決してます。よろしくお願いします。コメント、バンバン書いてください。モグリン禁止なんで、負けないっす。はい、メガホンありがとう。アイテムありがとう。音楽かけるね。アイラ対決、負けた方土下座100回らしいです。どうしようかな、音楽。はい、頑張ります。コメントガンガン書いてください。あ、もしもし、お疲れ様あ、でもしもす。し、今通知見たんだけど、はい、お疲れ様で花す。火対決やめろ。なんでですか？お前、そんなんさ、はい。なんでですかって常識で考えてわかんねえ。あ、僕、閲覧もあるんですよ。閲じゃあ、覧、閲覧とかじゃなくて、はい。花火対決やって100回土下座とか、はい。ねえ、何、リスナー何の得もしないし、お前らが得するだけで、そんなんさ、勝とうが負けようが得して、はい。100回土下座で終わりとか、で、しかも、上手でいる以上、そういうことやめて。ちょっと待ってください。僕、煽られたんですよ、アイラに。いや、煽られたとか、俺もすげえ煽られたから、さっき、配信中。ああ、で、別に相手しねえから、俺、いマや、ジ。まあ、相手にしないのもそうなんですけど、だ、お前がやりたいだけだろ、花火対決って。いや、別にそういうわけじゃないですけど、そういうわけじゃないんだったら、はい。だったら別に断りゃいいだけの話や。いや、だって悔しいじゃないですか、あんだけ言わいれや、て。悔しくねえって、何にあ、も。いや、だったら閲覧で勝てばいいと思ってるんですよ、僕。いや、だった閲ら覧別。で勝てばいいとかじゃなくて、はい。ね。アイテム欲しいだけだろ。い俺、や、そいれほやいや。どは、はい。小島もやってねえんだ、そういうこと。はい。あいつ金もないのに。はい。そんいやいや、なんさ、普通に考えてさ。いや、アイテム投げるのはリスナーさんの自由なんで、僕、閲覧いや、勝て違う違ば、う、だから、はい。花火対決とか、はい。ほんと寒いし、うん。ムカつくかどうかとか知らんし、そんなこと。俺もはい。散々煽られたりした。はい。それを聞き相ま手しした、ねえさっし、き。別にさ、はい。1ミリも。はい。ただ花火欲しいだけだろ、お前は、そう言って。いや、いえいえいえ。そういう人間は上手にいらねえし、俺は。うん、じゃあやめます。はい。はい。何をやめるの？いえいえ、上手やめます。はい。はい。構わないよ、全然俺は。了解です。はーい。はい。はい、お疲れ様です。いや、配信のことにどうこうっていうのはまた別でしょ。いや、別に普通に、いや、投げたい人だけでいいよ。ロビさん、アイテムありがとう。いや、別に閲覧で勝てばいいだけだから。いや、普通に投げたい人は投げればいいし、そう。いや、逃げない、逃げない。自分で言い出したことだから。はい、ワド2、たくみさん、お疲れ。コメントガンガンお願いします。で、アイラ実際どうなってんの？アイラ閲覧負けてんじゃん、ダブルスコアで。頑張ります。ありがとうございます。アイテムありがとう。ありがとうございます。ワド2、美穂さんいらっしゃい。お疲れっす。アイラモグリンじゃない、アイラ不正してんじゃん。アイラ潜りんじゃないの？おい、メガありがとう。メガありがとう、MC。すげえ、ありがとう。アイラ不正でしょ。アイラに言って。アイラ潜りんって言ったのお前だよって。いいんでいいんだよ、ゆかりん。俺は両方とも勝つと思ってるから。アイラちょっと待って、不正でしょ、これ。ちょっと待って、アイラ不正じゃない？アイラ潜りんじゃないじゃん。枠取り直せって言って、アイラに。アイラ不正してるから。アイラ不正してるでしょ。だって、これコメント書いてないと閲覧バンバン弾かれるんだもん。あ、いいよいいよ。無課金の人はコメントで応援して。いや、不正でしょ。だってあいつがモグリンっていうルールなんだよ。普通に配信やってるでしょ。何やってんの、あいつ。不正でしょ。お前がモグリンっつったんだよ。花火ありがとう。ちょっと待って、花火ありがとうじゃねえよ。お前がモグリンっつったんじゃないの？モグリンになってる？
性でしょ。向こうから言い出したルールでしょ。あのコメント書かないと弾かれるんでコメント書いてください。お願いします。やり直した、同条件ないよね全然ね。不正でしょ不正、どう考えても。あれ、忘れてた。あ、まあまあ、じゃあ1時間で勝負しよう。1時間ぴったりね、いやだからもう酒飲みすぎてよれてんでしょ多分。あー、いいよいいよいいよ。じゃあその枠でカウントして。塗り絵ありがとう。アイテム初見さんいらっしゃい、楽しんでください。僕台本書かないっすね。僕は台本書かないっす。頑張ります、ありがとうございます。ひでこさんハートありがとう。メガホンありがとう。アイラからありがとうございます、よろしくお願いします。ワドです、すいませんちょっと寝起きでペラが回んないですけど頑張ります。負けた方は100回土下座、電話で100回謝るっていう配信上で、で閲覧とアイテムで対決してるんですよ。閲覧とアイテムで。ありがとうございます、アイテムありがとう。あ、みほちゃんもメガホンありがとう。風船ありがとう。みんな塗り絵ありがとう。ダルシムさん、メイさん塗り絵ありがとう。閲覧は1時間の合計だね、合計、ありがとう。コツさんパフェありがとう。いやあいつになんかグダグダ言われたくねえわ正直。なんか俺別に負けてると思ってないから、アイラに。アイラはなんか自分のこと格上で、まあ稼いでるのは稼いでるんで認めてるんだけど、なんかあそこまで言われたら悔しいわさすがに。メガホンありがとうねみんな、アイラからありがとう。え、実際さ最近のアイラを見ててどうなの、アイラのファンは。俺ちょっとおかしいと思うよ。みんなありがとうねアイテムね。っていうかなんかそのなんつーの、上から目線でマウンティング仕掛けてくんのやめてほしいんだよね本当に、なんかちょっとおかしいよね。パチパチありがとう。いや向こうから降ってきた喧嘩だからね。こんばんはしゅんごさん、潜りにしてスタートした。オッケーオッケー、あー、上塾ちゃん風船ありがとう。塗り絵ありがとうね MC。 ゼニゲバだよね本当に、ゼニゲバでしょ。でさ、閲覧が多いっつっても俺正直言うと金梅さんとかから誘導してるだけだから。サメちゃん大丈夫なのか。いや僕はあのいつも言ってんすけど、配信者でも人の配信に口出すもんじゃないと思ってて、僕はあのそれ嫌だって言ってるんでずっと前から。あ、だから切りますよ。あのそれでじゃあやめんのかって言われたら、そういう体調だったらやめますっていう、そうなるでしょ。だって配信のことでさ、これはするなあれはするなっていうのに上手の体調に権限なんかないと思ってるもん。俺ピンで食ってきたんだから。もちろん鮫島さん嫌いじゃないよ、だけどそれでやめろって、そういうことを上手でやめろって言うんだったら脱退しますよ、別にあの自分で企画やればいいから。そのなんつうんだろう、上手は抜けたけど。初見さんいらっしゃい、もしよかったらフォローしてね、体調敬ってるよ俺。塗り絵ありがとう、ダルシムさん。アイテムありがとうね、みんな。あとありがとう。でも、ああ、ありがとう。夏美さん、花火ありがとう。そうそう。配信に関しては口出すもんじゃないと思ってるから、俺別に、なんだ、アドバイスだったらわかるの。それをやったら、なんか、リスナーさん。でも、俺別に、なんか、リスナーさんにアイテムを強制してるわけじゃないからさ。でも、最近のアイラは俺は間違ってると思う。アメリカ人は別にどうも思ってないよ。アメリカ人から俺に何か言ったわけじゃないからさ、アイテムありがとう、アリアナさん、キクリンさんもありがとう、だからまあ普通にどっちが強いのか蹴りつけりゃいいじゃんこれで。ただ俺は最近のアイラのやり方は間違ってると思う。だから向こうの土俵で勝負しようと思って、閲覧だったら絶対勝てるから、だからアイテムを入れたかったのよ。だから実際負けてんじゃん、勘違いしてるよね、いやだからそうフェアにやりたかった。閲覧だったら絶対勝つの分かってて、それでなんか後でグダグダ言われたくなかったから、アイテムは向こうの強い土俵じゃん、だから閲覧とアイテムに入れたかったの。いや孤立してくと思うよプリンさん、本当に本当にそうだと思う。あ、俺アイテム飛んでないね夏音さんね、知ってる知ってる。俺はもともとアイテム飛ばない人だから。小鳥屋さんメガホンありがとう、ありがとうございます。ノームさん、
だからなんつうかちょっと俺は配信者として間違ってると思ってる。ハートありがとう、のんちゃん。コロンさんハートありがとう。まあ1時間で結果出るわけだからさ、向こう何アイテムバンバン飛んでんのどうなの。まあまあ飛んでるか、うん、いや閲覧では絶対負けないと思うよ俺、アイラ対決して、うん、みんなコメント書いてね。コメント書かないと弾かれちゃうから、モグリンは頑張れとかでもいいから、うん、ブロックされた、うん、向こうから打ってきた喧嘩だから買うよ。アイラを土下座させようぜ。あ、いいよいいよ、あコメントで応援して。アイテム投げられない人は気にしないで全然。あ、フォローありがとうございます。もしよかったら皆さんフォローも応援よろしくお願いします。いや囲いで投げさせてるのもまあまあまあね、囲いが太いっていうのも事実だから。ケイトありがとう、うん、みんな頑張って書いてね。一回コメント書くと15分閲覧できるから、あのバンバンコメント書いてください。だってさ、じゃあコメントアイテム投げない人はさ、アイテム投げない人は何アイラのリスナーじゃないのって話じゃん。俺は違うと思ってて、別にそのなんつうの閲覧もパワーじゃん配信者ので。アイラを土下座させたい人はもうアイテムもよろしくお願いします。本当に俺はちょっと最近のアイラなんか勘違いしてると思ってるから、頑張ります。フォローありがとうございます。気合気合で、なんかその普段俺アイテム投げてっていうのあんま言わない方なのね、たまに言うけど、うん、だからどっちが正しいこと言ってるかさ勝負しようよ、うん、俺は普通に勝負勝ったから。ありがとうロビさん、メガありがとう、ありがとうございます。ありがとうねロビちゃん、頑張ります。ありがとう、ペコさんありがとう、コロンさんありがとう、頑張ります。上から目線で突するっていうかさ、本来さ他の配信者が他の配信者の配信に口出すもんじゃないっていうのが俺の考え方の。なんでさ他の人のリスワン俺が手伝わないといけないのか俺はよくわかんねえわ。面白いことやってたら人も集まるでしょ。アイテム勝負は全部全てのアイテムのトータルなんで、風船とかもありがたく頂戴します。アイテムのポイントね、全体の花火対決ではないですよ。まあ正論だよね。うん。ルシーありがとう、頑張るよ。あたりさんありがとう。あたりさん、頑張ります。初見さん、ルッチョさん、頑張ります。うん。そう。いや、俺は閲覧では負けないと思ってるから、閲覧とべしゃりだったらアイラには負けないと思ってんの。ただ、閲覧とべしゃりだったら負けないんだから、アイテムでは負けちゃうのよ。そう。まあ、正直、その、アイテムは弱いと思うよ、俺は。花火対決じゃないよ。合計のアイテム対決。俺、アイテム対決って言ってるから。じゃないと、だから、それがアイラの間違ってる考え方なんだよ。花火以外はアイテムじゃないと思ってんだよ。おかしくない？花火以外はアイテムじゃないっていうのがあいつの考え方なんだよ。そういうところに出てるんだよ。おかしいでしょ。だってさ、リスナーさんはさ、風船1個でも1円でもお金をかけてるわけじゃん。だからそういう人を無視するなっていう。いや、俺は花火対決じゃない、アイテム対決って言ってるよ。うん。ただ飲んでさ、ガンガン音楽鳴らして KP って言ってるだけじゃんね。アイテムありがとう、つってね。頑張ります、花もさん。うん。だしさ、じゃあなんでさ普段そんな閲覧取れるお前に閲覧負けてねえっていうやつでしょあいつは。じゃあなんで今現時点で負けてるの。そこがおかしくない。ふわまるさんありがとう。そこがおかしいでしょ。じゃあなんで現時点で今負けてんのって。だから認めるところは認めようよって。俺別にアイラが稼げてるのはすげえって言ってんじゃん、認めてるじゃん。なんでさあ、ダルシムさんパフェありがとう。なんでさ、その自分が都合が悪いっていうかさ、自分の勝てるフィールドでしか勝負しないのかがよくわかんないんだよね。逆に自分の勝てないフィールドで勝負挑んでこいよと思うけど。うん。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。いや、正論でしょ。
まあ確かにさ、アイテム、でもね、俺なんで気分悪いかっていうと、アイテム飛ばねえじゃんって。それってさ、俺のリスナーに対する冒涜なんだよ。そう。でしょ？ありがとう！ロービさん、メガありがとう！頑張ります！それはダメじゃん、どう考えても。そういうことに気を回せなくなった配信者になっちゃったんだよ。クレアさん、お花火ありがとうございます。お気持ちいただきます、ありがとうございます。俺はだからさ、確かにその稼げない配信者かもしんないけど、あのリスナーさんとはいい関係築けてると思うよ。ありがとうございます。ルッチョさん、花火ありがとう、頑張ります。向こうの閲覧にならないように、いや、どしっと構えてやるよ。別にアイラ見たければ見ればいいし、うん、そこはフェアにやろうよ。俺は別になんか誘導とかそういうの気にしない。喋りたいことを喋るよ。俺は負けないから、うん、俺は負けない。俺はリスナー信じてるし、今まで積み上げてきたもんが違うんだよ、俺とリスナーで、うん、だからもしよかったら力貸して、うん、1時間限定ですね。メシアさんもありがとうね、頑張ります。だからさ、鮫島さんとかにも頼むのがおこがましいんだって、閲覧を。ありがとう。ひろちよさん、ありがとうございます。頑張ります。まあ、鮫島さんとはちょっとその放送の考え方の意見の食い違いはあったけど、あの、俺は、なんだろう、別に鮫島さん悪いと思ってないし、話せばわかると思ってるから。まあ、それで上手やめんのかって、だったら上手やめろって言われたから、うん。まあ、しょうがないと思って。アイラの顔を潰すことになるから。アゴなしって誰のことなの、翔ちゃん。マガありがとう。ニムロデモメガホンありがとう。閲覧余裕ではないよ。あいつ別にそこまで、なんつうの、力のない配信者ではないから、余裕ではないよ。俺は話せばわかると思ってるし。あと、その、俺の考え方はやっぱり、その上手には入って、尊敬もしてる先輩だけど、配信のことでやっぱり後輩に口出すとか先輩に口出すっていうのは俺はやんないから。上手っていうのはね、鮫島さんのサバゲーのチームなんですよ。そこでサブリーダーやってたんだけど、あの今回の勝負でクビになっちゃいました、ね、この BGM フリー BGM だよ、うん、まあまあ全然クビなのはしょうがないよ。もう受け入れます、僕は。それはしょうがない。リーダーがクビっつったらクビだよ、うん、頑張ります。ハートありがとう。いや別にずるいっていうか、言ってることがめちゃくちゃ筋が通ってないっていうか、うん、まあまあまあ即決できる男は即決ですよ、うん、鮫島さんにクビって言われたらクビだからしょうがない。それはそこはまあ後で話そう、後で話そう。アイラのせいでめちゃくちゃ、いや、アイラのせいじゃないよ。自分で決めたことだから。ジョナサンかな。ジョナサンさん、ハートありがとう。まあまあまあ、しょうがないよ。俺は自分で決めたことだから。自分でやめますって言ったことだから。そう。誰のせいでもない。考え方が違っただけだから。誰が悪いとかじゃないよ。うん。あ、オタクさんコメントありがとう。やっぱ思想が合わなかったらしょうがないと思ってるからさ、見てるやつ1位とか、いやいいよ、普通にやって勝てるから。そんな普通にやって勝てるから。メガホンありがとう。ゆかさんありがとうね。のんちゃんかわいいありがとう。のんちゃんちょっと来てよ。佐藤さんの考え方、俺はだから別にアイラのこと俺からディスってるとかないのよ。ただその言ってくることがおかしくねって思ってんの。のんちゃんどう思う今回の件。え、のんちゃん、みんなこんにちはって。こんにちは。マイク近づけないと聞こえない。こんにちは、ふえありがとうございます、はい、うわ、どう思うおかしくない言ってること、うん、やっぱり他のね、みんな頑張ってる人とかいるから、そういう人にもやっぱリスワンとか取ってもらった方がいいと思うから、うん、あんまりなんか、なんだろう、閲覧多い同士で
あんまりそういうのをやっちゃうと、うん、リスワンだって囲い込みでさ、結局強いやつに、うん、上下関係ピラミッドができるじゃん、うん、そのあの人についていかないとリスワン取れないみたいな空気、うん、それ正当に面白いことやろうっていう勝負じゃないもんね、うん、毎回同じ人がリスワン取っちゃうとなんか意味がなくなっちゃうから、そう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 、いや普通に自分で面白いことやってるんだったらいいけどね、うん、だったら芸を競わなくなるじゃん、それってリスナーさんが損するんだぜ、うん、うん、こんばんは、あー、まあ対応してないよね、運営さんがね、何、うん、何、もういいね、うん、もういいね、ありがとう、のんちゃん、あー、いや違うんだよこれ、実はさ、ことさんさ、前にもあったの、最近ずっとこんなことばっかりやられてるから、ちょっと一回お灸据えないとダメだなと思ってて、そうなんだよ、1回や2回じゃないんだよ、もう3回目4回目とかだから、最近ずっとプライベートで今枠開いて閲覧流せとか言われてて、そうだから、もうそれで枠開いたので、向こうがさ、じゃあ対決しようっていう流れになったから、あ、じゃあ一回お灸据えてえわと思って、そういう流れだったんだよ、うん、あの人は何したいの、いや分かんねえわ正直、何がしたいんだろうね、キーナさんね、のんちゃんいいやしてるでしょ、スタイルいいんだよね、うん、あ、ありがとう、さんさんごさん、いやーっつってね、うん、あいらね、引き分けで終わりじゃなくて、いや俺はアイテムでも勝ちたいと思ってるよ、うん、俺は両方勝ちたいと思ってる、どっちでしろ、ともさんアイテムありがとう、ケンさんありがとう、あ、ケンさんじゃないや、匿名さんありがとう、ケンがアイラを煽るからイライラしてた、あー、そういうことがあったんだ、でもまあそれを周りを巻き込むのは良くないよな、頑張ります、鳥さん、あ、違う違う、アイテム対決はこっちが言い出したの、リスワンのたびに金前さんに電話かけるのは俺ダサいと思うよ、豆サブさんアイテムありがとうございます、うん、まあしょうがないよ、上手の件は、上手の件は後で話そうよ、うん、自分で決めたことをさ、グラグラやったらそれこそリスナーさんに迷惑かかると思ってて、うん、その方が俺は迷惑かかると思ってるから、自分で決めたことは自分で表現する、でもし考え方一緒だと思ったりとか気持ち分かるっていう人が見てくれたり応援してくれるもんだと思ってるから、ともさんメガホンありがとう、あたりさんもありがとう、あれは医療の力が必要な気がする、アル中じゃないの、ちょっとホストキャラだよ、アイラはクレアさんホストキャラ、いやーどうなんだろうね、そう、酒癖が悪いのかもしんない、うん、でもなんか、俺、その格闘技にしても、こういう閲覧とかアイテムにしても、配信者としてもそうなんだけど、強くなったら弱い人のために力を使うもんだと思ってんのよ。でしょ？なんか、自分より弱い人に、俺はマンスリー1位だ、俺はマンスリー1位だっていうのは、なんかダサいと思ってて、それは正直なくない？俺謝らないよ、別に。自分の意見は言うよ、かまつさん。メガホンありがとう、たくみさん。あの別に悪いことをしてるとは思わないから、それで謝り癖がつくと余計人間関係が悪くなると思ってるから、自分が正しいと思うことは正しいと、で向こうの意見も聞いてるわけだから、別に俺鮫島さんが間違ってると言ってないでしょ、だからそれで謝り癖がつくと、あのそれこそ鮫島さんに失礼だと思うよ、謝る気持ちがないのに謝るっていうのは、だから抜けるって言って俺も身を削ってるわけだから、俺だって鮫島さんのこと好きだしさ、あの鮫島さんの上手楽しみにしてて、俺からしたら罰を受けてるわけだから、うん、俺は謝らないよ、俺は自分が正しいと思ったことをやるよ、ありがとうシンさん頑張ります、まったり一匹狼でやってほしい、俺全然一匹狼でやるよ、ただ売られた喧嘩は買わないでさ、やっぱり、うん、よっしゃみんな、じゃあ本気出していいっすか、必殺技、とっておきの必殺技出します、とっておきの必殺技出します、いいっすかみんな、いくよみんな、いくよいくよみんな、必殺技出すよ、
やっぱり向こうの土俵で戦わないといけないから、向こうと同じ条件で戦わないとフェアじゃないでしょ。俺もコントラスト上げるぜ。俺もアイラフに行くから、みんな応援よろしくね。みんな、俺も、あいつがそのつもりなら俺もこっちはこっちでやるから。ああ。俺だって負けてねえっていうことをね、俺だって白飛びさせることぐらいできるんだよ。わかる？俺だって同じことできるんだっていうのを見せてやろうぜ。うん。俺だってできんだよ。わかる？白すぎる？ちょっと。白すぎた？白すぎた？こんな感じじゃない？アイラ。うい、お前ら、花火ありがとう！花火ありがとう！うい！ありがとうって言えばいいんでしょ？ありがとう、花火！こんな感じじゃなかった？アイラ。違うの？目が痛い。違かった？こんな感じじゃなかったっけ？アイラって。あ、ごめん、クレームが来たわ。クレームが来たから戻します。クレームが来ました。すいません。ちょっと白すぎると、いくらなんでも。いくらなんでも白すぎるというクレームが多数来たんで、普通に戻します。すいません。うん、いや、そうでしょ。はい、何々ちゅう、花火ありがとうって言うでしょ。頑張ります。酔っ払ってるだけじゃんね。はい、お前ら。俺と同じ考えのやつ1。違うと思うやつ2。なんで1とか2とかな。池袋北口さん、花火ありがとうございます。風船ありがとう。勝負終わっても通話する気がない。だからそういう男なんでしょ。そういう男なんだよ、あいつは。うん。自分から言い出した勝負なのに。塗りありがとう、マキル。むしろギター行こう。閲覧減るわ。俺がギター弾いたら閲覧減ってアイラ勝つわ。向こうの合計閲覧どれくらいなの今。ダルシムさん、パフェありがとう。向こうの合計閲覧どれくらいなんだろうな。何人ぐらいなんだろうね。アイラ配信切った？ 78 か。余裕じゃん。逃げたってこと？ちょっと待って、逃げたの？逃げたの？ちょっと待って待って待って、放送切れたってどういうこと？ちょっと待って、逃げたの？配信終わってる？どういうこと？どういうこと？あ、ついてるな。どういうこと？本当に。トツさんいらっしゃい。アイラと対決してます。喧嘩売られたんで。いる？いる？ 1 時間勝負だよ。1時間勝負。だから俺はあと32分。アイラいるよ。どういうこと？何がしたいの？アイラ。なんで切るの？放送。全然意味わかんないんだけど。ありがとう！トトさん花火ありがとう！なんで切るの？ 1 時間って言って向こうのルールで全部乗っかってるじゃん。だからフェアじゃないんじゃないの？なんなの、アイラ。ずるくない？だってさ、もともとさ、モグリンで勝負しようぜっつったの向こうだしさ、モグリンつけてないでしょ？で、途中できるでしょ？閲覧が少ないから切るとかバカすぎるでしょ、もう。瞑想中の理由、42歳のババアにガチオナ要求バレた。何それ。5分前の記憶が消えるって自分で言ってた。アル中じゃん。夏美さん花火ありがとう。切るのは不正だよね、完全にね。大丈夫なの？アイテムでも負けんじゃないの？1時間と1分の違いが分かんないんだ。あの、病気だね、完全に。完全に病気。完全なる病気だね。じゃあさっきの花火はカウント入れなくていいのかね？どうなんだろうね。
引き分けかな、どうなんだろうね。いや、アイテムでも勝てばいいんじゃん、両方とも。花火プレゼントありがとう。上着ちゃん、いつもありがとうね。ありがとう。これもうアイラの負けでしょ。だって2回配信切ってるんだよ。負けでしょ、どうに、どう考えても。いやいやいや、2回向こう切ってるんだよ。不正でしょ。ジョーズクビになったね。はい、ジョーズクビになりました。閲覧負けましたってタイトルでやってる。じゃあ何、アイテムで勝負するってこと、どういうこと。モグリン対決で閲覧負けました。1時間じゃないの。え、何、じゃあ土下座すんの、どうなの。ちょっと待って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 、どういうこと。もうこれ勝負ついたってことで終わりでいいの。負けを認めたってこと、負けを認めたってこと、負けを認めたってこと、勝ったってこと、勝ったってこと、勝ったってこと。花火は諦めてないの、どういうこと。もう全然意味わかんないんだけど、どういうこと。よれすぎでしょ、いくらなんでも。勝ったの。あと30分残ってるけど、こっちアメリカ人と話してる。グダグダだなあいつ。じゃあアイラに勝ったんで、土下座100回してもらいましょうか。じゃあ、うん、よくわかんないよね。俺も別にアイラ嫌いじゃないよ、昔から長い付き合いだし。絵の具25個ありがとう。何、罰ゲームをやる気ないの。夏音さん向こうが逃げてんの、どういうこと。え、何、白旗上げてんの、どういうこと。状況がよくわかんないんだけど。なあ、勝つだろ、なあ言っただろ。ガチで変だね、ちょっとね、心配だね。逃げた、いやいやいや、逃げたってなんだよな。勝負忘れてんのあいつ。いや、まあ1時間やりきるけどね、こっちは。ただそんなことやってたら花火師もいなくなるぞ。いや、土下座100回って向こうが1回でいいよ別に。和道さんすいませんでしたって、うん、1回でも別にいいから。そこはなんかリスナーさんに煽ったわけだから、それで花火投げてくれてるわけじゃん、こっち側に。それはやってくんない、悪いんだけど。向こうが言い出して、向こうが俺のリスナーさんと俺のこと煽ったんだから、そこに対しての謝罪は1回ぐらいすべきだよ。土下座とは言わないけど、いやごめん煽って悪かったわぐらい言うべきじゃないの。わかんねえ、向こうが勝手になんか、向こうが勝手になんかやめるとかなんとか言ってるわけだから。俺が勝ちでいいの、妖怪さん。いや、リスナー、俺は別に謝んなくていいから、リスナーさんに謝ってほしいわ、うん、リスナーさんにちょっと悪かったわみたいな、うん、ねえ、そこは向こうが出した条件だから俺罰ゲームなんかいらないよって言ったんだけど。マジで夏音さん、え、それ許せるの、あんだけ煽られて。細目さんいらっしゃい。あんだけ言われて許せねえんだけど俺。あんだけ散々言ってて、いや、アル中だからとかさ、全然関係ないでしょ。いや、舐めすぎだよな。いやいやいや、そういうとこでしょ。アイラリスナーとワドリスナーはクロスオーバーしないわな。クロスオーバーってなんだろう。うん。初めて米打てたのでありです。あ、夏美さん嬉しかった。コメントこれからもよろしくね。忘れてるのマジで、源氏さん。いや、ひどすぎるでしょ。リスナーをバカにしすぎだろ、いくらなんだもん。ま、こんだけ巻き込んどいて。バカにしすぎだろ、いくらなんでも。ないわ、アイラ。いやいや、ないわ。通常配信？通常配信？いや、だったらアイテムの負け分も負け認めろよ。自分から保護にしたんだから。最後まで1時間っていう勝負で、まだ25分も残ってたのに、自分から白旗開けたんだったら負け認めろよ。
いや、アイラから電話かかってきて、要はなんかすげえバカにされたの。なんかアイテムでも閲覧でも俺の方が勝ってるって。いや、俺別に負けてないと思ってるよ、つって。マンスリーでは負けてるけど、確かに俺アイテム飛んでないけど閲覧では負けてないし、つって、じゃあ結果で見せようよってずっと俺が言ったのよ。もうグダグダ言ってないでって。え、納得いかねえわ、マジで。え、ちょっと待って、俺さ、配信切ってタバコ買ってくるからさ、で、タバコ買ってきたら枠開くから、ちょっとアイラにさ、どうなってんのって言ってきたよ、みんな。うん。俺ちょっと一回タバコ買ってくるから、ちょっとアイラに説教感増してくんね、みんな。さすがに納得いかねえわ。うん。じゃあみんなありがとうね。たくさんありがとうございます。皆さんありがとう。勝ちました。お疲れ様でーす。ちょっとタバコ買ってきます。ちょっとアイラ詰めて。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。